僕らは今でも叫んでる。確かめるように握りしめた右手、うざったい法則を押し壊してゆけ。傷ついた足を休ませるくらいなら、たった一歩でもここから進め。歪んだ風をかき分けて、冷たい空を追い越して、それでもまださまよい続けてる。僕らはいつでも叫んでる。信じ続けるだけが答えじゃない。弱さも傷もさらけ出して、もがき続けなければ始まらない。突き破れ扉の向こうへ。はやまは左手の親指の豆が突き破れました。ややこしい問題で絡み合った社会、じれったい現実を蹴り飛ばしてゆけ。希望や抽象に塞ぎ込むくらいなら、打算も欲望もぶちまけてゆけ。乱れたノイズかき消して、しらけた視線振りほどいて、ここから続く次のステージへ。ニオツ、あーもうやりたい。僕らはいつでも探してる。加速したスピードは変えられない。強さと覚悟つなぎ止めて、走り続けなければ未来はない。突き進め扉の向こうへ。指直せや。直して早く誰か。錬金術。正したプライドが間違いだとしても、描いてた理想が崩れかけても、ここにあるすべてに嘘をつかれたとしても、きっとここにいる。僕らは今でも叫んでる。信じ続けるだけが答えじゃない。弱さも傷もさらけ出して、もがき続けなければ始まらない。突き破れ扉の向こうへ。僕らは今でも探してる。加速したスピードは変えられない。強さと覚悟つなぎ止めて、走り続けなければ未来はない。突き進め扉の向こうへ。扉の向こうへ。皆さんが突き破りたい扉は何ですか？今のうちに書いてみてください。はやまがそろそろ突き破りたいのは、そうですね、だんだんちょっと着崩した、パジャマの T シャツに穴を開けて、早く新しいパジャマを